年末年始をふるさとで過ごす帰省ラッシュは今日がピークです。JR 新山口駅で取材しました。年末の帰省ラッシュは今日ピークを迎え、JR 新山口駅は多くの家族連れで混雑していました。JR では今年の年末年始は新幹線のぞみを全席指定席で運行しています。JR 西日本によりますと、のぞみは今日はほぼ満席で、今年の混雑ぶりは新幹線の予約席数で見ると去年と比べ 149%。コロナ禍前の2018年と比べても 105% と上回っているということです。おばあちゃんとおじいちゃんと一緒に過ごします。ちょっと遊びたいです。いつもフェリーで帰ってるんですけど、今回のぞみ指定席ということで、前回みたいな混雑ないかなと思って新幹線で帰ってきましたけど、やっぱり快適でしたね。どんな年末年始にしたいですか？家族でゆっくり過ごしたいです。この男の子のクリスマスのサンタさんからのプレゼントはゲームだったということです。ゲームしかない。ゲームしかない。3日までずっと奥さんのところ実家いますんで、もうゆっくり久しぶりにコロナ明けで私戻ってこれたので、はい、いとこと遊ぶ。いっぱい遊びます。JR 西日本によりますと U ターンのピークは来年1月3日ということです。年末年始ゆっくり過ごす人もいれば、目標に向けて頑張る人たちもいます。およそ2ヶ月後に迫った高校入試に向けて、県内の進学塾に通う受験生たちは正月返上で勉強に励んでいます。こちらは新山口駅の近くにある宇部進学教室。来年3月に高校入試を控える中学3年生たちが志望校合格に向けて受験勉強に励んでいます。宇部進学教室では今日からの6日間、県内の5つの教室で正月特訓と銘打った特別講座を開いていて、5教科の勉強を1日およそ9時間集中的に行います。初日となった今日は暗記の特訓が行われ、受験生たちはテキストを通して用語や英単語を頭に叩き込んでいました。年末年始を楽しみたい気持ちもありますが、家族との時間を大切にしながら勉強を両立していきたいです。僕の苦手教科が国語なので、しっかりと国語のところを勉強していきたいと思います。志望校に合格して自分の将来を良くしていきたいと思うので、この残りの2ヶ月間をやっぱり有意義な時間にしていきたいと思います。県内の公立高校の入試は来年3月6日に行われます。年末年始に嘘電話詐欺に気をつけてもらおうと、山口の空の玄関口、山口宇部空港で今日、警察官らが帰省客に注意を呼びかけました。山口宇部空港で行われたのは、帰省客を対象とした嘘電話詐欺防止キャンペーンです。宇部警察署の警察官ら12人が参加し、チラシを配って不審な電話に気をつけるよう呼びかけました。警察によりますと、県内では先月末までに77件、およそ1億5000万円を超える嘘電話詐欺被害が確認されていて、依然として高止まりの状況が続いています。中でも最近は、電話で NTT ファイナンスなど実在する企業を名乗って未納料金を要求する手口や、市役所職員を名乗る還付金詐欺などが増えているということです。半年ぶりぐらい、盆ぐらいに帰ったんで、せっかくみんなが集まると思うんで、はい、せっかくの機会で活用して、みんなで僕らもそうやって過ごせたらいいと思います。身近であった不審な電話やメールの話を一つでもテーマとして挙げてもらって、皆さんで被害防止を図ってください。県警では来月3日まで年末年始特別警戒活動を実施していて、人やお金が多く動く年末年始に特に注意を呼びかけています。